配当爆上げヒット連発の三ツ星アナウマ、今回は金庫賞でおすすめの一頭を紹介します。金庫賞といえば昨年最低人気のギベオンがまさかの逃げ切り勝ち、最低人気は買えないよと思った方がほとんどでしょう。そんな誰も見向きもしないような人気薄を推奨していたのが三ツ星アナウマ、その極上仕上げの中で今回おすすめの一頭はランブリングアレイです。2017年から金庫賞では最終追いが立冬、ウッド、単走、馬なりまたは強め、この3点の条件を満たした馬が5連勝中、今年この3点に合致する数少ない一頭がランブリングアレイです。このギベオンと全く同じ爆穴パターンに当てはまる一頭、再び激走の予感が漂います。その他先週の弥生賞ボーンディスウェイを推奨していた激走データやコース適性からも意外な穴馬が浮上、三ツ星アナウマは誰でも無料で見られますので概要欄のリンクからチェックしてください。